パートナーの選び方を、いや俺聞いてる人も20代とかいるわけだからさ、どういう人を選んだら幸せになるかっていうのをちょっと40代のおっさんとして人生経験上なんだから先輩として語りなさい。お前次だぞ。なんかいろんなね、例えばその素晴らしいところがあって憧れて頑張れるみたいな人もいると思うし、言い方悪いけどアクセサリー的に一緒にいることで誇りになる、誇りになるみたいな考え方あると思うんですけど、個人的に一番いいのは1週間とかずっと何も喋らずにいても楽なこと、多分それが一番僕の中の、あ、この人いいなっていう。お前それはヒゲさんの奥さんが膝に興味がないからだよ。あ、じゃあちょっと西村君、じゃあ次西村さんです、ね、お願いします。はいはいはい、うん、で君はどうだね。いやー、自走式。お前も興味持たれてないじゃないか。どっか行っちゃってんじゃねえかよ。自走できる人がいいよね。いや、まあね、まあ、下手に依存とかね、関係値作るよりかは、ね、僕は自由にやりたいのでね、うん、やっぱりちょっとあの時間が足りないから、ね、お互い様というか、うん、じゃあお互いに自分のことをそんなに好きじゃない人と結婚するといいよねみたいな。いや、それをわざわざ好きって言わなくてもいいんじゃないっていうことですよね。はいはい、